河野候補、今日は最終日、今11時半ですけども、残り30分になりましたけども、ちょっと選挙戦を振り返って、感想を一つお願いします。今回、私事ですけれども、子供が生まれまして、で初めて、結婚もしまして、夫婦、そして子供、家族ができて初めての戦いとなりました。まだ結果はよくわからないですけども、感触としてはいいと思っております。ただ選挙は何が起こるか分かりません。ですから1分12時までしっかり大事にして戦っていきたいと思って、今7日間をほぼほぼ終えますけれども、やっぱり原点であるふるさと、そして家族を大事にして、これから市政運営3期目頑張っていきたいと思っております。ぜひとも明日の審判、どういった状況か判断を仰ぎたいと思います。よろしくお願いします。はい、残りあと30分ですけども、頑張ってください。ありがとうございます。